はい。ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回は無限戦士バリス復活応援プロジェクト第3弾のね、チェックをしていこうと思うのですが、今はえ2023年の8月の26日、えー、17時5分です。で、一応これ更新をしておくと、 残り4日で、えー、っと、今、応援購入総額が674万2千円。目標金額の500万円は超えてるんですけども、今ね、大事なのが、えー、っと、この後の、まあ、ネクストゴール的なところですね。これ何が今起きてるかというと、これ、ストレッチゴール。800万円、無限戦士バリスファミコン版プロモーションビデオ追加収録。これね、 ファンの間では伝説となっているファミコン版のプロモーションビデオを無限戦士バリスコレクション3ソフトのビジュアルモード内で閲覧可能にいたします。これ800万円いかないとこのモードが入らないんですよ。で、まあ僕自身がね、これ、このクラファンに何か支援してるとかはないんで,ですけども、で、ただこれ一応ね、もうすでに発表されてるんですけども、まあ500万円いったから、まあ、発売されるのは事実なんですけども、 それに対して今までだとパッケージ版になるにはっていう3のゴールがあったりしたんですけど今回に関してはパッケージ版につきまして多くの皆様からご要望いただいておりますため今回はストレッチゴールには設定せず、えー、発売する予定で進行させていただきますということなのでパッケージ版は出るんですよだからダウンロード版もパッケージ版も出るんだけど要はその中にこの ファミコン版バリスプロモーションビデオが入るか入らないかなのでここはね800万円に行くと入るのでぜひねここ今のところこ674万で、えーっとまあ、あと130万ぐらいで残り4日間で行けるかどうかここ勝負なので、ね、ぜひね皆さんあの気になる方はチェックしていただければと思います で、今ね、一番、一番高額なものが何が残ってるかっていうと、残ってるっていうか、ほとんど残ってるんだよな。え、限定10セット、島本隅さん、サイン入りサントラコース。こちらが、えっ、ー、と、今、10セットだけど、7セット残ってるんですよね。で、今3、3、三人のサポーターが購入されたと7個で。これが、えっ、ー、と、20万円。<laughs> 2714だから、まあ、140万円。 でこれが入るとえっ、ー、と674万22140万だからまあ700810っていってこう目標達成になるんでね皆さんね是非ねあの注文ここ,ここだと思う方はね是非注文されてこうパッケージゲームねコレクター的にはこうやっぱり中身がね少しでも充実するとねあのパッケージがいい形になると思うので。 あの皆さん、あの、ぜひ、注目をして、まあ、まあ、注目してない方もね、ちょっと、あの、残り4日で、今、674万2000円で、で、800万円に行かないといけないっていう、ここをね、抑えて、あの、ちょっと、この、えー、2日3日ぐらい考えていただまあ、4日間か、4日間考えていただければと思います。はい。ということで、このチャンネルに応援いただける方は、グッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、さきかんでした。